はいどうも、ゆうです。今回ですね、ちょっと面白い試合が取れたので、もうオープニングエンディングなしでこの試合だけちょっとお送りいたします。まあプレー自体はですね、結構ポンコツなことをしてるんで、あまり真似しないでほしいんですけど、はい、ここも早速メーザー砲を盛大に外していきましたね。でまあ先ほどポンコツプレーとは言ったんですけど、逆に言えばですね、このオリンというキャラがめちゃくちゃ強いっていうのは、まあ、分かるんじゃないかなと思います。マジでボコボコにされたんですけど、それでもですね生き残ってました。マジで不死身でしたね。はい、で一陣が溜まったので、今度は C 旗を貯めていきますね。でここでですね、相手のオリンが回避を使ったので、メーザー砲を打ったら、まあ、ダウンしてて外していきますと。まあこれはしょうがないですね。でここで無駄回避使ったので、ボンボンを打つんですけど外していきますと。でさらにフルゴラを無敵で合わされて、はい、これで4連続スキルを外しましたね。もう皆さん絶対に真似しないでくださいね、こういうの。でここは何が起こってるか分からずダウンしてて、でなぜか相手2体倒されてますね。味方さんめっちゃナイスですね。で体力結構減らされたので、ベタベタをジャスト回避して回復スキルですね。で敵のトレーボルさん回避を使ってたので、メーザー砲でさらに回復しましょうとしたんですけど、あんまり回復しなかったですね。ただブーストが来たので、ほぼほぼ体力満タンになりましたね。こう超回復ブーストマジで強い。でここは味方のナイスメーザー砲で敵がいなくなりましたね。で D 肌が取れそうだったので、一応肉を回収して D 肌取りに行きます。味方のユメルフィーさんが引きつけてくれてるので、ここは取れそうですね。で一陣も大丈夫なのを確認して、ここ抜けそうだと思ったら闘魚に引かれていきますと。いやめちゃくちゃダサかったですね。で気を取り直して、このカイドウを相手にするんですけど、メーザー砲は盛大に外していきますと。でボンボン食らわせて、ここは起き上がり際にフルゴラですね。これはナイス KO でしたね。でトレーボルが握ってるんですけど、味方さんのメーザー砲がさっきからナイスすぎますね。で無事到着したので、守ろうとしたらまた闘魚に引かれますと。これさっきもトレーボルと一緒に引かれてましたよね、僕。でまあ気を取り直して、また旗を貯め直します。でまあ相手オリンさん取りきてたので、フルゴラだけ警戒してたらフルゴラ打ってくれましたね。これラッキーでしたね。でメーザー砲を打ってまた回復していきますと、この回復性能やっぱやばいですね。で無駄回避しちゃうので、ボンボン打ったら、まあたまたま KO できたんですけど、はい、回避を使った直後なので、また闘魚に引かれました。マジで何回引かれんのこれ。いやー結構ポンコツプレー目立ったんですけど、もう本当にね、自分で面白かったのは、これこういう受けを狙った試合を取りたかったんじゃなくて、至って真面目にプレーしてたんですよ。その上でこれなんて面白かったですね。てかあんだけボコボコにされて、闘魚にも何回も引かれて、ほんとよく最後まで生き残ってましたね。てか3分耐久はまだあれなんですけど、このポンコツプレーでなんで MVP なんですかね。ありがとうございました。